ジャクランハン二人の若い女性の弱ク,ンンクランハンは皮膚にできる色素斑の一つ。文字通りスズメの卵の模様に色や形が似ていることから名付けられた。一般的にはそばかすと呼ぶ。日本では医薬部外品の成分としてシミ、そばかすを防ぐという効能表示が承認された日焼け止めや美白化粧品がある。主に顔の目の下に見られる。 直径3から5ミリメートルの細かい茶色の色素斑が散在。主肺、肩などにもできることがある。幼児より思春期に後発。常染色体優性遺伝形式をとる。白人に多いが、黄色人種でも見られる。メラノサイトが局所的に活性化し、メラニンの色素が多数沈着して黒くなる。光線過敏も合併していることが多い。 紫外線防御が重要となる。日本で医薬部外品の成分として、日焼け止めには、日焼けによるシミそばかすを防ぐ。美白化粧品では、メラニン生成を抑えシミそばかすを防ぐという効能表示が承認されている。もっとも、美白化粧品では乾板などすでにある、色素沈着が改善したかで判定している。ジャクランハンや日光黒子の計69名に対し、 顔半面に、ビタミン C 誘導体のアスコルビン酸、リン酸ナトリウムを、イオン導入し、3から4ヶ月後にほぼ全員に有効とされ、反対側よりも高い改善効果があった。インテンスパルスライトを行い、4週間で86%の人で、弱卵反が半分以上消え、IPL では、色素沈着の副作用は起こりにくい。2015年のガイドラインでは、 急スイッチアレキサンドライトレーザーでは76%以上のンハンが消えるまでに要した回数は65%の人が1回で21%人が2回であったがレーザーでは色素沈着は起こりやすくまた機器同士で比較した研究はない日本人を対象としピコ病アレキサンドライトレーザーをダウンタイムなしの治療として行った場合には 弱乱犯に直行だがパ板が発生するリスクがある。パ板同人正式素犯。ありがとうございます。